梶原家の夏休み旅行 Vlog。 イエーイ。はるちゃんいた。あれ？あれ？はるちゃんいたじゃん。どうですか？うえー、ナイス。ナイス。どうも、梶作です。さあ、今日なんですけども、これ2回目になりますね。はい、梶作家のプライベート Vlog 旅行。そうなんですよ。あの、以前1回やったんですけども、今サムネ出してくれてると思うんですけども、結構ね、評判が良かったんですよね。はいはいはい、こういうのいいって言って、うん。で、我々もその時の動画で言ったと思うんですけども、うん、家族もなんか楽しかったの。うん、Vlog でやるのが、はいはい。だから今回ちょっと夏休みを使ってプライベート旅行行ったんですけども、うん、はい、あの、とりあえずやってみようかって言ってまた回したんです。はいはい、そしたら今回、前回と違って2泊3日だったんですけども、うん、そう、2つの宿が見事に、うん、見事にってあれやけども、撮影許可いただきまして。あ、素晴らしい。しかも喜んでくださったわ。そうなんですね。そうそう。うん、で、1泊目が、結構今まで行ったところなんですよ。はいはい、行ってるところで、うん、もう超ええのよ、はい。めっちゃええのね、うん。で、2泊目したところが初めて行ったところなんやけど、はい、びっくりした。ちょっとこれはもう見てもらいたい。見たい。見たらうわーってなると思う。俺思うと思う。嫁さんがいろいろ調べて撮ってくれてんけど、うん、ものすごい良かったから、はい、ちょっと今回は皆様にその映像を見ていただけたらなと思って、今回もちょっと Vlog 風に、はい、撮らせていただいておりますので、はい、ぜひご覧ください。はい、というわけで本日もお話しします。さあ、はい、皆さん、梶原家の夏休み旅行 Vlog。 久しぶりやね。久しぶりだね。前回はあの冬、うん、にね、3泊4日のプライベート旅行 Vlog っていうのをやらせてもらって、うん、あの時にね、 Vlog やってみたらすごい楽しかったって言ってね、楽しかった。プラスあのコメント欄の方にも視聴者さんからすごいなんかこう良かったって言ってくれたから、うん、今回のちょっと夏休みも、うん、やっていきたいなと思っています。はい、今回は前回と違って2泊なんですよ、はい、うん、2泊3日で、宿も変えてね、うん、1つ目の宿が結構何回も行ってるところで、お気に入りのね、もうすごいいいところでまた行ってみてなんですけど、うん、撮影許可いただけたらいいけどな。そうだね、これ無理やったらしょうがないからね。そうだね。そして明日の2日目がせんちゃん念願のやな。そう、あのせんちゃんが、うん、ママ七夕様のお願いが叶わないよって言って、そう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 、何七夕様のお願いって言ったら、家族みんなでプールに入れますようにってせんちゃん七夕様に書いたのに、そうそう、どうして叶わないのって、そう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 、ずっと叶えられなかったんだよね。そう、でも今回ちょっといろいろみこが探してくれて、うん、コテージでね、そう、プールがついているっていう、そうです、ところで、うん、絶対楽しいやろうから、絶対楽しいね。なんか晩ご飯もなんかそこはバーベキューみたいな。そう、な、初めてだね、そんなの初めてね。うん、今まで結構旅館が多かったけど、うん、まあ、そこはるちゃんどうした？ちょっと、うん、はるちゃん幼稚園に、うん、行きたくちゃったけど、うん、そうだね、確かにあのはるちゃんは幼稚園すごいね、好きで行ってくれてて、今夏休みやからせんちゃんも大好きだね、うん、まあとにかく2泊3日の旅、うん、みんな楽しんでいこう。あさあ、今ですね、旅館に着いたんですけども、はい、ありがたいことに撮影許可いただきました。ありがとうございます。実はですね、こちらの旅館さん、お名前が椿という旅館なんですけども、この椿さんですね、結構実はね、お世話になってるんですよ、我々、うん、大好きで大好きで、うん、で、いつも泊まってる部屋があるんですけど、そこがめっちゃ広くてね、あのうちのおかんだったりとか、うん、あと過去にはおいサックと一緒に来たりとかしてたんですけど、うん、今回はちょっと嫁サックがあの泊まりたい部屋がまた別であるということで、うん、あの泊まらせていただくということなんですけど、ここも広いね、広い、ちょっと紹介していきたいなと思います、はい、何より椿さん本当に撮影許可ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行きますか。はい、まずね、こちらが玄関っていうのかな、うん、玄関広いよね。広い。これこっちから行く部屋と、うん、これとこっちにも部屋があるということなんですけども、うん、まずはじゃあ
一番広いとこ行ってみる。そうだね、広いのよ。とにかくここに行ってちょっともう荷物とか置いちゃってるんですけど、こっちにテレビがあってぐーんと広い広いよな、素敵だよな。で実はね、本当はここでご飯もここでご飯だったんですけど、うん、なんと今日ちょっとフロアがもう一つね、大きい部屋があるんですけど、そこが空いてるということで、そこでご飯食べさせてもらえるんだよね。そうなんです。ありがたいな。ありがたい。多分あの人数も多いから、はい、布団もその代わりに。ちょっとごめん、今びっくりして後ろに何かめっちゃ気配感じると思って後ろ見たらこの人おった。ちょびっくりした今。わざとでしょ。え、あっち行こうかなと思ってこっそり。いや今パパの真後ろにシュッて来たよ今。撮影が終わったら行こっかなと思って待ってた。久しぶりだよねここね。久しぶり。どう部屋。え、めっちゃ広い。いいよね。うん、すごい。ゆっくりしてください。はい。でこっちもね、こう休憩するところがあって。ここが良くない？なんか景色。ここいいよね。なんか板の間みたいなのがあって。ね、ちょっと川の音も聞こえて。さっき川が見えるよ。こっち？うん、ほら。本当だ。静かでいいですね、本当に。本当に大好きでね、ここ。めっちゃ好き。ご飯も、ご飯が何より美味しいんだよね。後でちょっとまたね、見ていただこうと思うんですけども、うん、確かに一番来てるかもしれないね。一番来てる。うん。初めてじゃない、何回も来たことがある。そうだね。うん、じゃあちょっと違う部屋も行きましょうか。あ、でもね、こっちにね、ちっちゃい部屋があったんだよ。これがね、結構私、好きなんだよね。荷物が置けるスペース、ここにね、こういうところがあって、ここにねちょっと荷物置いてるんですけど、でここ着替えれるみたいな。そうね、うん、でちょっとこうやってね、世代もいろいろで子供が多いと着替えるスペースがあるっていい。本当だね、うん、確かになんか衣装部屋みたいな感じだな。そうそうそう。さっきせんちゃんがここではしゃいでたらなんか隠れ部屋みたいって言って、このドアが何かな、こんな感じなの。はい、ハルちゃんいた。あれ？あれ？ハルちゃんいたじゃん。一人で遊んでた。遊んでるんです。ケンちゃんどこでしょ？あ、隠れんぼしたのか。ケンちゃんどこでしょう？ケンちゃんいないでよ。いない。いないでよ。いないの？うん。一しとこ。うん。うん。しょうかしょうか。こっち行って。おお、びっくりした。いた。いたやん、ここに。すごい不思議なスペースだけど素敵だね。ここね。で、こっちね。開けて。開けて。さっきの玄関にこう繋がってるって感じね。うん。これお風呂もね、良かったんだよ。こっちのお風呂が。これが洗面台ですね。開けたら。こんな感じで。あれ閉まってる。素敵な上。あ、お風呂。あ、ありがとう。これ見てください、これ。めっちゃええやん。外を見ながら。ちょっと露天風呂風というか。うん。せんちゃん、ここに入りたい。ねえ、素敵だよね。またね、大浴場は大浴場でいいんですよね。そうそう。こんな感じでーす。バスタオルがあって、っていう。ルンルンしちゃう。ええな。ルンルンしちゃう。そしてですよ。なんとなんと。なんとなんと。もう一個、綺麗なこの寝室があるのよね。そうなんです。ちょっと行ってみましょう。こっちなんですけど、これ見てください、ここ。広すぎる。あれあれ、なんかいるな、そこに。これ誰だ？ここなんかいるぞ。あ、バレましたか。バレてるよ。コジ、ここで寝たいの？あ、ここめっちゃ綺麗だよね。ここね、寝とせんちゃん。後で決めようね。綺麗な清浄機あって、うん、これちょっとはるちゃん気をつけなあかんな。ダメよ、このツボ。大事なツボ気をつけてね。あれ、ちょっと奥に何か見えるな。あれ、あ、トウジさん。いや、どうも。何してんの？マインスイーパーしながら、今体をほぐしています。そうなんですよ、マッサージ機がここにあるんで、ねっていう感じでね、とてもとても素敵なお宿となっております。素敵です。はい、今日は今からね、ここでちょっとゆっくりして、う
で、ご飯かな。ご飯美味しいからね。美味しい。またご飯取っていきましょうよ。はい。それまで家族みんなでゆっくりしましょう。はい。じゃあねー。じゃあねー。チッチ。さて、今ね、ご飯のところに来ました。みんな楽しんでいこうね。はるちゃん飲んじゃってます。先ね、乾杯する前にはるちゃん飲んじゃったね。でもしょうがないからまず乾杯しようか。はい。これ山さっき持ってる、みっこかな。もうどっちだったっけこれ。もうどっちでもいい。どっちみっこ持ってるのがこれ食前酒だね。僕も持ってます。うん、じゃあみんな夏休み旅行しっかり楽しみましょう。乾杯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 。はい。乾杯。おしゃれだねこれ。うん、うまい。うん、美味しい。うん、うん、もう飲んだ、うん、ちなみにね、ご飯がここすごくて、ちょっとこちら見ていただきましょうか。これ前回もだったんですけど、すいません、もしよかったら一時停止してみてください。うん、もうすごいんですよ。しかもここに梶原様って書いてくれててね。うん、さらにここにちょっと今回もうせっかくの夏休み贅沢に、うん、ね、嫁さくどっちやねん、嫁さくかみっこか。もう何でもいいよ。あのステーキとかね、つけさせてもらってというところで、こちらが前菜でございますね。先ほどあったパパ、ちょっと待ってね、はるちゃん、いいよ、いただきます。して、いただきます。うちはついてんだよね、かわいい。あ、うちはちっちゃいうちわがついてる。嫁さくちゃん、食べてみて。いただきます。どれからいく。オクラと純菜のすり流し、うん、これですパパ。これが気になって、うん、パパいただこうかな。あ、すごい。いただきます。はい。さっぱりしておいしい。おいしい。おいしい。これこれ食べたい。 ありがとうございます。僕のビールが来ました。今日は飲んじゃいましょう。さあ、続いてね、ワンモノ、ワンモノすまし汁、うん、なんかもう漢字読めないんだけど、すまし汁、ちょっと見てください、これいける。いいよ、普通に楽しんでて。うわー、これなんか、おいしそう。お豆腐やったっけ。卵豆腐、卵豆腐、なんかすっぽんとかも入ってるとかですよね、うん、って言ってた。いただきます。はい。ね、もうわからん、うまい。おいしい。めっちゃうまい。みんなおいしいよね。ママめっちゃうまい。おいしい。ママはい。これジュース入れる。オッケー。おいしい。おいしい。ママいつも思うんだけど、ここに来た時に思うのが、すっごい味付けが優しいよね。あと、お出汁の味がもうおいしい。めちゃくちゃお出汁が美味しいです。日本人でよかったって思う瞬間だよね、本当に。そうね、卵豆腐、うん、あ、そうだ、はるちゃんの写してなかった。そう、すごいすごい豪華な豪華なね、うん、お子様ランチ最高でございます。最高だね。最高だね。やばいの来たね。やばい。お刺身なんですけども、うん、これね、ちょっと演出していただいて、ドライアイスで、氷がね、うん、なんかね、雪みたいな氷、すごいね、これ見てるだけで涼しくなってくるよね。海とね、これ湯葉で、うん、タコ、水タコ、うん、あとアジと、ふっこの昆布締め、昆布締め、そしてマグロ、トロと。で、これタレがいろいろあってね、それぞれに合うやつ、先ほど教えていただいて、これは復興行こうかなと思って。お、復興行く？白身だよね。入り酒が合うって言ってたよね、うん、このね、おだし、いっちゃって、うん、しっかり味が染みてて美味しい。美味しい、昆布締めやつだね。うん、氷、はるちゃんがさっきから
ここに入ってる氷をずっとよこせと。そう言ってますけども、氷みんなお刺身どう？最高、最高、氷イエイ。今ですね、はい、ちょっと今回特別にステーキを頼んだんですけど、うん、すごいよ、こちらです。うわ、今ちなみにこちらがレアな状態なんだって、うん、でこれかなり熱い鉄板なんだけど、うんうん、自由に焼いてくださいと。でこちらはステーキソース、はい、大根おろしとかお塩と。そうですね、これですよ、こうやってやって、あのそうそうそう、あー美味しそうですね。超レアやから、これいくよ、うん、そうですね、こうですよ、10ですよ、10、もうカンナと当時やってますよ。色がついてる。どれで食べよう最初。お塩じゃないの？塩、うん、あ、確かにタレ好きだよね。いやでも最初は塩いいかもね。うん、いただきます、はい、どう？めっちゃうまい。よかった。どうね、上質な油とはこのことやね。米沢牛、米沢牛めちゃくちゃ美味しいです。かんちゃん当時うまい。さあ、みこさん、はい、続いてがですね、こちら鮎の塩焼きということで。待ってました。待ってた、うん、しかもこれなんかね、なんかソース、梅酢、梅酢って言ってたね、うん、なんかとろみはお粥でつけてるんだって。ね、いただきます。あ、ノーマルで。ずっと同じ顔してる。同じ顔だよね。分かってる。うまい。おいしい。鮎の塩焼き大好き。ちょっとつけてみたら。ちょっとつけよう。うん。しば漬けが入ってる。しば漬けが入ってるってさ。うん。合う。合う。いい感じ。当時もかぶついてるもんな。いいね、長男。一番おいしい食べ方かもしれない。どう当時？そう、うまい。言い方汚いけど、めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい。続いてはですね、せんちゃんの氷がやってきた、しゃぶしゃぶ、米沢牛のしゃぶしゃぶ、見てください、うん、これ素敵よな。素敵。横にはサラダもあってね。パパ、これどっちが入ってるの？おいしそう。タレがね、ごまだれと、横にはそれドレッシングだよね。うん、ごまだれつけて、はい、行きます。氷が取れないで、うん、どうですか？おいしい、おいしい。結構、うん、しっかりと、こう黒胡椒かかって、うん、もうお肉おいしいのは当たり前、うん、もう米沢牛って黒胡椒がしっかり効いてて、うん、この、まだごまだれ好きやし、うん、ご飯が欲しくなるな。好みのごまだれだった？好みのごまだれだった。よかったね。当時も美味しかった。どう？じゃあ、こじが。なんでこじが甘えてる？最高ですよね。おいしい。かんちゃんは？おいしい。よかった。みこも食べていこうか。はい。続いては、煮物が来ましたね。はい。これまた美味しそうなんですけども、こちらでございます。めっちゃ美味しそうに映んない？それすっごい美味しそう。これあんかけごま豆腐と、これちなみにフカヒレらしいですよ、と、とうがんとベーナス、優しい、優しい、おだしが本当に美味しい。かつおだしって言ってたね。うん、かつおだしと、あとお野菜の皮とかで取ったおだしが、野菜の旨みも入ってるって言ってた通り。いいですね、いいですね。そして当時もね、同じ量食べてるのすごいね。うん、美味しい。めっちゃうまい。これまたカンナ好きそうやね。めっちゃ美味しい。コシとセンちゃんがね、はい、最高に幸せなんですが、ここでですね、釜炊きの、ご飯が来まして、こちらです、はい、これね、ご
焦げが入ってね、赤だし、赤だしがあってこれがまたいろいろねお漬物あるんですけど、うもう幸せな食事、ほんと炊きたてですから。僕はちょっと少なめにしてもらってお腹膨れてきたんで、いただきます。夢ピリカって言ったね。うん、おいしい。あの、本当ご飯って炊きたて独特の味ってあるやん、うん、甘み、この土鍋ご飯ね、うん、おいしいです。あと本当今回ちょっと感じたのは、当時やっぱめちゃくちゃ食べるわ、食べる、思えば本当に美味しいです。よかった。この後デザートかな。うん、はい、楽しんでいきましょう。はい。最後デザート来ましたね。はい、これまた可愛いらしいデザートやで、これ。傘ついてる。傘ついてあるやん。うん、これがちなみに抹茶のババロア、うん。そしてこちらが白玉ぜんざいみたいな。ぜんざいって言ってた。ゆずシャーベット、うん。そしてこれがですね。ちょっと説明覚えれなかったんですけど、トマトらしいのよね。プチトマトの湯むきしたプチトマトの蜜に甘く煮たのの周りにクズゼリー、すごくない？湘南ゴールドっていうフルーツのクズゼリーがまとってる、うん、っていうか天才じゃね、覚えてるのそれ、すごいね。ちゃんと聞いてたから。さすが、酔っ払って腹いっぱいでさ。さあ皆さん、ドリンク、これからやっぱりクズゼリー食べたことないもんね。美味しそう、トマトって言ってたし、大好きだし、私確かに。いただきます。おい、聞いた、おいしい、うん、うん、甘いの？トマトじゃない。何？果物。フルーツトマトみたいなこと、うん、ぐらい甘く煮てあって、うん、周りのこのクズゼリーの周りにその湘南ゴールドのジュレがかかってるから、うん、すごい、その柑橘系だから、それがすごいさっぱりしてて美味しい。OK、うん、引き続きこの食べていってさ、うん、この後は家族でちょっとゆっくりして、うん、まあ、お風呂も入ったりなんかして。そうだね。動画的にはもう次の朝かな、うん、朝ごはんまたゆるーく回したいなと思います。朝です。おはようございます。おはようございます。みんなおはよう。おはようございます。まだね、みんな寝起きで、ちなみにはるちゃんとみっこママはお気がしてます。はい、お風呂入ったんだね朝ね。そう、朝風呂入ってきたからめっちゃ元気、めっちゃ元気。こじはめちゃくちゃ寝起き。朝ごはんがめちゃくちゃ美味しそうです。最高です。ちょっと見てもらいましょう、こちらです。これ開ける？うん、開けて。これは稲庭うどん、うん、冷たい稲庭うどん、こういうパーパー干物もあって、作りがあると。そしてご飯があって、納豆もあって、こちらがお味噌、ちゃんちゃん開けて、お味噌汁だと、うん、デザートのクリームチーズヨーグルトって言ってたね。ね、美味しそう。ちなみにこちらがメニューですね。すみません、昨日同様、詳しく見たい方は一時停止してください。じゃあいただきますか。はい、出るぞ。はい、皆さん、あ、じゃあかんちゃんよろしく。せーのがさ、はい、いただきます。お風呂に入った組が元気で、せんちゃんもめちゃめちゃ、せんちゃんおはよう、まだ起きてない？ちょっと、ちょっと、うん、夜まで遊んでたもんね。あ、みんな、そうそう、昨日夜もよっそまで遊んでな、うん、まあ、でも旅行やしっていうところで。そうだね。はい、すごいこれ、またね、これみこがこの絵がいいんじゃないっつって、うん、私あれめっちゃ好き、食べてるところをずっと回してんの。ああ、でも Vlog ってそもそもそういうことやんな。お子さんとリオちゃんもいつも撮ってる感じだよね。あの二人はね、ずっと何か撮ってるもんね。うん、お刺身いただきましょう。せんちゃん開けれる？大丈夫？大
ないよ。危ない。どうじ、どうじ、開けて開けて。はい。ああ。うん。うん、美味しい。もうなんか全部さ、ご飯に合い、合いそうな感じだよね。うん。ちなみに今日は、あれですよ。せんちゃんがずっと、七夕さんにも書いてた。プールですよ、プール。やったね。楽しみ。昨日ママと見てたんだけど、今日泊まるところ。めちゃくちゃ広いっぽいよ。めちゃくちゃ広い。そう。全然食べてへんやん、せんちゃん。え？まあ、ゆっくりでゆっくりで、うん、チェックアウトもここめっちゃゆっくりで。ああ、うん、それがいいよね。朝ごはん食べた後もみんな、まあ、またお風呂入ったりゆっくりしてね、大丈夫？うん、よかったよかった。どっかでお昼食べて、うん、次は山梨県に行くんだ。山梨県。今ちなみにこちら湯河原です。湯河原、うん、プール入りますか、せんちゃん。はい。ね。うん。プール？プールだよ。もうね、せんちゃんね、寝るときね、プールの話しか考えてなかった。うん？プールのことしか考えてなかったので。プールのことしか考えてなかったの。うん、いっぱい楽しみなさい。うん。じゃあ食べていきましょう。はい。さあ、というわけでですね、ただいま、到着いたしまして2泊目、お名前がヴィラ・セゾン・フジというところですね。正直いいっすか、ちょっと良すぎて引いてます今。到着してからこうスタッフの方にいろいろ説明を受けました。今でもうプールもついてるんですけど、子供たちがもうはしゃいでプールに入りたいということで、今もう子供たちと嫁サックは入ってるんですけど、ちょっとここやばいっす、マジで。ちょっとゆっくり紹介していっていいですか。とにかくめちゃくちゃ広くて、ちょっと玄関から行きましょうか。まあ、玄関ね、こちらこのようになってるんですけども、まずリビング行くか。ちなみに当時はそこでゲーム。当時やっほー。こちらがまずリビングになるんですけど、やばくないですか。しかもペットも行けるんですよ、これ。ここにね、ケージがあって、ちょっと後でここもゆっくり行くんですけど、とにかくやばいんですよ。今もう外もね、ちょっとプール映ってるかな、これ反射であれかもしれないですけど、やばいんですよここ。あの撮影許可いただきましてね、本当にありがとうございます。こちらまず春って書いてるんですけど、まあ、ちなみにこれ部屋の名前ですね。こっち夏って書いてるんで、はい。これ最大13名泊まれるんですって。これベッドルームね、わーってあって、ここがまず春っていう部屋ですね。ここでまず4人寝れますもんね。で、こっちは夏っていう部屋なんですけど、これはこれでまた良くてね、これ2段ベッドになってるんですよ。こんな感じでこうやってね、こっちもこれ寝れると、こっちにもあると。これ子供たちさっきめっちゃテンション上がってましたね。誰がどこ寝るって言ってね。やばくないですかこれ、本当に。でこちらがね、秋っていう部屋なんですけど、ここはここでね、この素晴らしいベッドルームがあるんですよ、これ。でこっちには洗面台かな、いろいろアメニティも揃っていて、トイレがあって、こっちにお風呂があるんですけど、ちなみにお風呂この1個だけじゃないですからね、メインのお風呂もあるんですよ。これですよ、やばくないですか、感動ですよね。まだこっちにもあって、まあこちらがトイレ、トイレも何個もあるんですけど、ここ一番広いトイレかな。綺麗。まだできて半年も経ってないらしいですね、聞いたら。はい。こっちはちなみにさっきのリビングにつながってるところですね、はい。で冬部屋ですね。こちらがですね、書斎的なところですね。こんな感じでありますわ。まあ、ちょっと仕事をしたくなったりすると、だから一泊じゃもったいないところなんだな、ここ。あとさっき、嫁サクさんは、トンリョ夫妻とかと一緒にとか最高かもしれないですね。コロッケもいけるし。うん。こっちも洗面台。あ、こっちがメインのお風呂だな。
うん、なんとですね、洗濯機と乾燥機とかもついてるんですよ。何度もすいません、やばくないですか。そしてなんとこちら直でプールから直でお風呂に入れちゃうっていう、こう来たらね、ここにメインがあってお風呂があると。何度もすいません、やばくないですか。マジして、この玄関のところにもね、トイレもあるんですよ。ここもトイレあります。はい、綺麗綺麗ですね。あとここにも小さなシャワールームみたいなのもあるんですよ。ほら、ここにもアメニティも揃ってて、シャワーですね。だ、一斉に何人もの人数でもうお風呂結構入れちゃうっていう。シャワールーム回したら、だからお風呂が1、2、シャワールーム3か。すげえなぁ。おい、当時。えい。こっちもテレビ、でっかいテレビついてますわ。ああ。でね、素晴らしいなと思ったのがね、これ、ちなみにランタンなんですけど、もしも何かね、自然災害があったりとか、台風だったりとかの時のために、ライトですね。あったりとか。これも子供たちがちょっとした、まあ、大人もですけど怪我したりする時のために絆創膏とか傷薬とかいろいろ入ってるやつもあると。でこれがまあリビングのダイニングキッチンテーブルですね。これまたキッチンが素晴らしくて、これちなみに晩ご飯なんですけど、もうセットになっていて、ここにいっぱいあるんですけど、これちなみにデザートのエクレアですって。でっけえエクレア、子供たち絶対喜ぶ。ソーセージだったりとか豚だったりとかお魚、これはなんか後でまた夜見せます。鶏、牛肉、野菜、これをグリルで焼くと、ここにあるんです。キッチンがこうやってあったりしてね。明日の朝ごはんも入っていて、こちらにも冷蔵庫に朝ごはんを入れてくれてるんですよ。これホットサンド作れるやつ、最高っすよね、マジで。初めてこういうところ。こちらには飯盒でなんかパエリア作れたりとか、明日のホットサンド用の、ここの近所なんか有名なパン屋さんがあって美味しいパンがあると、こちらでホットサンドしてくださいって。何ですのこれ、夢みたい。コーヒーだったりとかもう完璧なんですよ、全部揃ってるんですよ。本当にやばいよね、おしゃれやし。じゃあちょっとみんな遊んでるプール行きましょうか。はい、来たー。どうもー、どうもー、みんなー。はい、こうやってやって、これ、うん、これのコーラみたいに、うん、浮き輪つけとん。こうやってね、プールもついてると、ね、今嫁さく、はるちゃんと遊んでたね。そう、パパ、かわいい浮き輪つけとる。パパ、ちょっと待ってね、おんぶでやりたいんだよね。ママ、浮き輪つけないでやってる。コージー、楽しい、楽しいよ。コージーさ、こうやってうんで、あれ、沈んじゃうんだけど、うん、歌ったら、うん、せーちゃんだよ。コージーは犬かきでできる。犬かきでいけんのこれちなみに深さが120センチということでね。7センチもないんで。これちなみにこの辺にある浮き輪全部こちらの貸してこちらに貸してもらいました。プールついてんの、こうやってすごいっすよね、マジで。そうだよね。パパ、飛び込み選手やっていい？いいよ。止まりんご？もうずっとせんちゃん夢だったんだよね。見てて、パパ。パパ見てて。いいよ。ひよこになります。滑るここ。ねえ、落ちたんだけど。最高だよね。最高。で、こっちですよ。こっちはこっちで夜ね、まあ、さっき食材あったと思うんですけど、バーベキュー中にもありましたけども、外にもこうやってグリルがあるから、今日の夜はここでみんなでバーベキューでもしようかなという。贅沢すぎませんか。落ちる大会しよう。贅沢すぎるね。贅沢すぎるよな。これよう見つけたな、みっこ。これちょっと奥も行くわ。だからこっちとかもみんなでここでご飯食べるんですよ、外。そう、で夜は夜でなんかライトアップされるみたいで、プールもライトアップされるの。プールも、うん、ここでちょっと休んだりなんかして。
で皆さんこれマジっすよ、ここの敷地全部遊びたい放題なんですって。やばくない？これ全部、そうそうそう、ここで焚き火できるんですよ、こうやって。でこの中だったら花火もしていいと。何回目になるか分かりませんけど、やばくない？これでここでバドミントンとかできちゃう、広いから。そしてですよ、まだ終わらないんですよ、こっちにもあって建物が、ここもいいんですよ使って。でここがちょっと入りましょうね、ここ玄関あって、ここは寝泊まりするところではないんですけど、ちなみに先ほどこの辺にね浮世絵がバーッと置かれてましたわ、まあ、休憩したりとかできると。でですよ、なんとこちらに卓球台があるんですね。ここで卓球して遊べると。なんですのこれ、怖いですよ。いやー参った、これはすごい。ちなみにこの薪を使ってね外で焚き火ができるということで、もう全部もう何もかも揃ってますから。でやり方全部ね入ってきた時に教えてもらいましたから、夢みたいです、ガチで。ほらもう夢みたいな映像やん。ちょっと待ってパパ、見てほしい。ん？後で聞いてほしいんだけど。どうした？動画でもしてほしいんだけど、うん、逆再生にしてほしい。逆再生？こうやってこうやってこうやって飛び込んで、うん、こうやってポーズして、あーよくあるね、こうやって飛び込んで、あるある。でそれでそれで逆再生してほしい。オッケー、お願いね、一回やってみて。はい、よし。最高だな。こっちには休憩所もあるという感じで、いやーすごいなマジで。ちょっと一泊じゃもったいないね。でここにはねなんとウェルカムドリンクが準備されていると、お酒もあったりコーラもあったり、いやー最高ですなこれは。あ、はるちゃん慣れた？さっきちょっと怖いって言ってたね。あ、笑ってる。抱っこしないとでも無理。かんちゃんどう？楽しい。よかったよかった。楽しい。よかった。というわけで、ちょっとこの後はですね、はい、家族でゆっくり楽しんでいきたいなと。はい。当時は今、高校生やってますわ、中で。うん、Wi-Fi つないでゲームしてますけども。ちょっとゆっくりして、こんなんもう回し始めたらもうえらいことになるから、ね、でも晩ご飯ぐらいはちょっと軽く回そうかなと思ってますんで、ね、鶏肉のね、さっきね、取った、うん、あと寝るところの会議もしなきゃいけないし、ね、ちょっといろいろとまったりゆっくり、これ一泊マジもったいないな、これやばすぎるここ。そう、うん、最高だね。やばいっす、やばい。何より撮影許可本当に当日のにもかかわらずありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと梶原家でゆっくりしていきたいと思います。さて、はい、ちょっといろいろとまた紹介しましょうか、はい、今夜なんですけど晩ご飯、ちなみに奥にはこれナイトプールみたいになってるのね。そう、めっちゃ綺麗、すごいよね。後で入るねとか言ってるんだけども、せんちゃんも今ちなみにね晩ご飯の準備、みっこがもうめちゃくちゃ頑張ってくれて、うん、楽しかった。楽しかった。パパ、はい、これ見て、うん、今からね見てもらう。足、これ鳥、そう、これ丸焼き、中にビールの缶が入ってるの。そうやんな、うん、でこれ魚料理があったりして、アクアパッツァです。これなんか作り方書いてたね。そう、全部ね書いてあって、それの通りにやったらできた感じ、うん、おしゃれ。これはリエットで、これがなんだっけ、当時の好きなアヒージョ、当時好きなやつね。で、もう今からもう食べていくんだけど、うん、ちょっと最高の肉もこれありましてですね、美味しそう。これちょっと僕が今から焼いていくんで、うん、それじゃあみっこ取ってくれる？うん、でみんな取りにおいで。はい、はい、クリスマスみたい。うわやば。パパもう普通に食べていいの？もうなんか映えてる、ずっと。ずっと映えてる？ずっと映えてる。これいくよ、もう焼ける状態だから。わー、それタンじゃないよね。これ違うよ。じゃなかった。うわ美味しそう。これちなみにね、うん、あれなんですよ、聞いたら、うん、今日はね、僕ら自分たちやりたいからこういうメニューにしましたけど、そうそう、
シェフも呼べるらしいね。そう。あ、そうなの？そう。あとはなんかバーベキューマイスターの人が来て、うん、全部やってくれるっていうやつもあったりとか。すごいよね。そう。だから2泊とかした時にいいよね。めちゃくちゃいい。ここはちょっと感動だったな。うん。ちょっとひたすらプールで遊んで結構疲れた。お腹空いてる？うん。うん。これも後で切ってあげるからね。いや、すごい綺麗。野菜も見て。うわー。焼いていこう。いいね、トウモロコシ好きだから、うん、春。春ちゃん大好きだから。とりあえず渡しといたら静かだから。そうやな。めっちゃいい感じで焼けてきた。いやー、美味しそう。はい、お待ち。うわ、しんちゃん。ありがとう。はい、コーシーお待ち。ありがとう。順番にどんどん焼いていくからね。めっちゃ美味しそうに映ってる。はい、カンナー。はい、トウジー。ないよー。いいよ、あーよ。いいよ。これママと。あー。こっち行こっか。うれ。パパ、パパ見て。おじいちゃん。虫さん飛んでるね。大丈夫、大丈夫。ちょっとみんな食べて。せーのがさー。はい。いただきます。これ何なの？これ、これね、リエット。これ食べたい。うん、後でね、切るね。何と何と。せんちゃんと。うわれ。どうこじ。最高。かんちゃん。虫さん見るから。いない。最高。よーっしゃ。おいしい。当時どう。最高。これ切ってみる。うん。中どうなんだろう。うわ。うわ。やばくないこれ。やば。やらか。これはるちゃん食べたいって言ったから、うん、ちっちゃく切って、うん、やばい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 、うわ、おいしそう。匂いがおいしい。プールすごいよ、綺麗だよ、プールめっちゃ。ねえ、綺麗。プールに見ながらさ、ご飯食べるのって初めてじゃない？確かに、こんな贅沢ないよね。ほんと幸せだね。夢みたい。もうここに映ってる映像が夢の世界みたい。これね、今はるちゃんのために切ったから。やった、はるちゃん食べたかったやつ。はるちゃん、やった。お待たせいたしました。はる、どうぞ。ありがとう。いただきます。いただきます。どう？うん、おいしい。おいしい。おー、美味しそう。ちょっと、ミコも食べて。うん、かんちゃん、回してあげて。好きだろ、うん、今、ご飯食べてたね。じゃあ、いっちゃって。いただきます。この生だれも美味しそうだね。そう、タレもついてるね。タレも美味しかった。うん、美味しい。美味しいよね。うん、お肉いい感じ。全然脂っこくない。うん、いいよ、せんちゃん。食べよう。食べて食べて。食べるとこちょっと、うん、男らしく立っていくぜ。オッケー。いただきます。やばい、やばい。めっちゃうまい。お肉美味しいよね。甘い。え、わかる。なんかソースかな、なんか甘いよね。あと、ママのご飯の炊き方100点じゃない、これ100点。うん、ママ言った、珍しい。うめぇ。うめぇ。最高だね。最高だね。夏休み楽しんでいこう。わー。食事楽しみながらなんですけど、はい、これ、カンナ、ごめんね、カンナ取ってくれてありがとう。すごない、これ。すげぇ、すげぇ。豚肉。ご飯おかわり。オッケー。これだけは、ちなみにパパが下ごしらえさせてもらいました。おいしそう。これこうですよ、神田。これこうです。うれ、うん、すごいでしょ。すごい。これを焼いて両面で、あと蓋すん。やば。そうそうそう。え、食べた。あとであげるから。じゃあ楽しみやね。はい。さあ、神田。はい。そろそろいいと思うんだよ。そろそろ行くよ。はい、アップ行くよ。ドスン。どうですか。ムビック、いい感じ。いいじゃん、これですよ。うわー、うれ。
すごいよね。ちょっと一回切ってみっか。うん。よいしょ。これでさ、焼けてるかどうかだよね。どうだ。切るくね。なんかさ、ちょっともっと分かりやすくこの辺切るな。うん。ピンクっぽくないいい感じの。うわ。いいじゃん。ええんちゃん。ちょっと光飛びすぎか。うん。ちょっとなんか。目光の真下だから。こちょっとこっちの方が飛んでるかも。え、ちょっとどう。どう。天井に光がありすぎて逆に。ここは。ちょっと待って。どう。白い。ちょ一個これ。ええ感じじゃない。あ、バッチリ。バッチリやでこれ。よしよしよし、完璧完璧。お肉屋、なんかお肉屋さんじゃない、イタリアンレストランの色だよ。大成功。かんちゃん大成功、食べたい。あと味だね。やるでしょ、せんちゃん。早く食べたいね。みんなやるじゃん。じゃあちょっと切って渡すわ。はい。これパパ焼いた豚、食べてみて。はい。これこのままかな。ん、ちょっと塩つけてもいいし、そもそも塩コショウはしてある。もう濃い味好きでしょ、あんた。いただきます。どうだい、どうだい。来た。うん。完璧。うん。うん。ちょ、ママ、めっこ、ちょっと。おいしいおいしいおいしい。これ、かんちゃん一口食べて、これ。マジでうまいこと言った。うん。なんかおしゃれなんしてる。パエリアは作ってあるの。パエリアしようとしてる。食べて。完璧。うん。よし。おいしくない？柔らかい。もうお肉がもう最高なんだろうね。うん。焼き方もうまくいったね。撮影ありがとうね、カンナ。はい。じゃあ引き続き楽しんでいきますか。もうこっから家族タイムでね。はい。おそらく次は朝になるかな。そうだね。朝は朝でホットサンド作る予定から。うん。楽しんでいきましょう。はーい。おはようございます。朝でーす。おはようございます。はい。今、みっこ、嫁さっこがですね、ホットサンドをこのように作ってくれるところです。はるちゃんも食べたい。はるちゃんも食べようね。ここに今はるちゃんもいます。おはようございます。おはよう。目覚めよかったね、はるちゃん。うん。このコンコン出ちゃった。ちょっとコンコン出ちゃったね。お腹すいた。お腹すいた。はい、今ね、ママが作ってくれるからね。はるちゃん、うん、ちょっと寝すぎちゃったから。寝すぎちゃった。はるちゃん、はるちゃんは、はるちゃん、あはやったんだよ。あはやった。昨日。めちゃくちゃ喋るね。はるちゃんは、はるちゃん、ここに家大好きだから、プールも入ってるし、こじくん、プールばっかりで。そうなんですよ、実はですね、もう早朝からコジサックとセンちゃんがもうプールに入るって言って今もう入ってるんですよ。ちょっと見に行きましょうか。あ、その前にこちら、昨日本当は食べる予定だったソーセージ、でっけえやつ、これちょっと朝僕が焼いていこうかなと思ってます。じゃあちょっとセンコジのとこ行きましょうか。よいしょ。おはよう。おはよう。朝からプールどうですか。めっちゃ気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。天気めっちゃいいですわ。ちょうどさん見せてください。はるちゃん、お母ちゃんです。すごいすごいすごい。はるちゃん、お母さんです。はるちゃん、お母さんなん。はるちゃんは見せて。いいよ、飛び込むから。はるちゃん気をつけてね。これ飛び込みもできるんですよね、これ貸し切りだから。いいよ、コジ。ここから行く。そこからでいいよ。待って、ちょっと待って。うえー、ナイス。待って、センちゃん一人なってる。じゃん。センちゃん、昨日までは怖くてできなかったけどね、できるようになったんだよね。うん。さあ行こう。見て、行きます。はい。せーのちゃん見てます。
です。すごいすごい。センちゃんね、ギリギリ足つかないぐらいだから、すごいね。横乗る。あ、カンちゃんも起きてきた。はい、旦那、おはよう。おはようございます。カンナどうしたの、入んの？入りたいけど、ちょっと髪乾かすのめんどくさい。うん、チェックアウトもあるしね。そう。朝ごはん先食べる？はい。オッケー。じゃあ、とりあえず朝ごはんを、今から作っていきたいと思いまーす。二人はプールから上がってきて、はい、ママが作ったものをもう食べてんの？ママ食べてる。どう？センちゃんはまだ美味しい。美味しい？そしてカンナも、はい、食べてみてください。はい、ママ美味しい。ママ、はい、今ヨーグルト持ってきてくれて、なんだこれ、天国。食べていい？うん、あ、多分どうぞ。はるちゃん、美味しい？うん、いただきます。いただきます、はい、どうだ？美味しい。今からコーラ飲みます。これね、美味しいよ。うどんと、あとさっき僕焼いたソーセージあるんで。ちなみに当時がね、ちょっと昨日結構夜遅くまで起きてたみたいで、まだ寝てるんで いませんけど。はるちゃん、コーラ飲みたい。はい、っていう感じで朝ごはん食べていきましょう。はい、そうそう、当時起こしてくるわ。うん。さて、今ですね、うん、僕たちの朝ごはんができたということで、ちょっと外でせっかくだったらね、うん、まったり食べようかなと。お嫁さっくめちゃめちゃいい感じよ、これ。ほら、いいね。お嫁さっくなのかみっこなのかどっちやねんってね。すみません、もうどっちでもいいでしょ。これすごい目玉焼き、目玉焼きにしました。美味しそう。うん、じゃあいただきますか。食べよう食べよう。いただきます。いただきます。ハムうまいんだよな、これ。チーズとハムのやつね。ね、マヨネーズも入ってるよ。うん、うん、おいしい。うん、おいしいわ、うん、どうでした、泊まってみて。あ、やっぱりちょっと全部自分でやるじゃん。今回お願いしてないからね。そう、旅館と違って、うん、だからちょっと、うん、あんまりゆっくりできないかなと思ったんだけど、最初想像では。うん、うん、でもやっぱり自分たちで全部できるから、うん、思ったよりも時間があるし、うん、あと何よりもこのインテリアが私好きすぎて。素晴らしいよね、家の中の雰囲気が。もうキッチンでこうやってやってるのがずっと楽しくて、もう全然しんどくなかった。すっごい楽しんでたわ。楽しかった。もうなんか片付けてるのも楽しかった。昨日夜ちょっと子供たち寝た後に2人で喋ってたんですけど、うん、本当にいつか僕たちもこう家をね、うん、建てたいとかいう夢があるんですけど、うん、ちょっとこれ参考になるよねっていう話をしてたな。そう、この、白とグレーと黒とこのお基調にね、ちょっと濃い木の色が私すごい好きだったから。あと私の憧れの多分カンタ君だったの。水溜りボンドの？違います。カンタさんじゃないですか。カンタさん、あったとは言わないよ。カンタさんがいたらちょっと面白いね、それ。いたらね、あったって言ったから。カンタ君？いや多分カンタ君、ちょっと名前書いてなかったからカンタ君か分かんないけど、うんうん、ガスの乾燥機、うん、私すごい憧れだったの。めちゃめちゃ使ってて楽しかった、うんうん、すぐ乾くし最高でした、うん、本当に。すいません、今ですねちょっと充電切れちゃいまして、うん、ちょっとスマホに変えました。はい、今ちょっと閉めようと思ってたところだったんですけど、とにかくまたみんなで来たいね。みんなで来たい。みんなで来たいなと思いますんで、うん、本当に最高でした。最高でした。はい、じゃあ帰る準備して、うん、ゆっくり帰りましょうか。そうですね。はい、うん、
かった、すっごい。あ、うん。子供たちもどうやった？楽しかった。嘘みたいな楽しかったやったな。あ、トンネル入ります。よかったね。よかった。やっぱり椿さんも素晴らしいし、ね、ミラーのところも素晴らしかったし、うん、あとプール、プールめちゃめちゃ楽しそうだった。特に千光寺がやばかった、ね。そうそうそう、もう朝から楽しそうだったずっと、ね。まあ、またねこの Vlog 風の旅行動画なんですけど、もしねまた評判が良かったらですね、またね次の冬休みなのでやりたいなと思いますので、ぜひいろいろコメントください。はい、とにかく最高の夏休みでした。最高でした。ありがとうパパ。ありがとう、ありがとう、こちらこそ。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。